2023年のね、新製品ご紹介ということで、はい、K1XSE320万円、はいはい、で F01 純永久 30W のプリメインアンプ180万円、はい、そうですね。タンノイのですね、スターリング 3LZ 1本90万、ペアで180万ということで、はい、ご紹介させていただきました。はい、最後はポップス4曲聴いていこうと思います。はい、では、お願いします。キャロル・キッドの When I Dream という曲なんですけど、うん、これは私がですね、うん、初めての単身赴任で38歳の時に仙台に行きましてですね、はい、仙台の販売店さんが、はい、別会場で、展示即売会をするんですよ。その時に、はい、今は亡き、アンプメーカーの S 社さんのね、所長さんが、うん、多分そこで扱ってたのかな、今は亡きアンプメーカー S 社どこですか。いや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 、S 社ですよ、ね、S 社その時に、彼が、頻繁にかけてた、曲がですね、この曲で、うん、もうなんか毎回転送のたびにね、うん、もう耳だこになって聞いたんで、それはたまたまね、この間家で CD を探したら出てきたんで、うん、これをちょっとスペンドルのねスピーカーでよく鳴らしてました、うん、この曲の頭の曲を聴いていただきたいと思います。何、はい、という曲ですか。When I Dream ですね。はい、はい、よろしくお願いします。I could have all the gifts I want and never ask, please. I could fly to Paris, it's at my beck and call. Why do I live my life alone?With nothing at all, but when I dream, I dream of you. Maybe someday you will come true.I dream of you.
あのポロポロ鳴る感じと人間の声といいですね、うん、あの厚みがあって、うん、すごい厚みがあってあったかいです ね、うん、今日の音ね、そう、うん、あのいつもにも増してあの厚みが厚みがありますね、あります、はい、うん、やっぱりあのこの厚みがやっぱアルニコ、そうなんですよね、やっぱり純永久多分ねっていうあの、うん、そうですね、そこら辺がうまくいってるんだと思うんですけどね、うんうん、あと3曲になりました、はい、なんか名残惜しいですね今日はね、ずっと聴いてた感じします、ね、はい、ね、オリータ・アダムスという人が歌ったあのニューヨーク・ステート・オブ・マインドです、はい、こちらを聴いていこうと思います、はい、
state of mind. では佐伯さん次は何を聞かせていただきますか。はい、次はギターなんですけども、はい、これも紹介で書きますよね、はい、ロドリーゴ・イ・ガブリエラの、はい、曲はですね、ステアウェイトゥヘブンなんですけども、はい、彼らはメキシコ出身のフォーク、まあ、ディオなんですけども、うん、ずっとね、私ね、兄弟だと思ってたら、兄弟って言ってましたよ、僕もね、うん、恋人関係だったらしいんですよ。2000年から、2012年に関係を解消して、だけど、うん、彼の方はなんかバルセロナに住んで、彼女はメキシコに残ってるらしいんですけども、うん、活動は続けているみたいです、うん、失礼しました。ということで、はい、6曲目、はい、わかりました。お願いします。Thank you.
いいですね。今まで聞いためちゃめちゃ太いですね、音がね。そうでしょ、うん、なんか全然印象違いますね。もっとやかましいでしょ、なんか。もっと軽いポップな、ね、うん、すごいなんか今日厚みがあって、すごいですね、うん、びっくりしちゃった。寒い日なのにすごい、寒い日なのにあったかい、はい、これはね、牧原のりきさん、うん、はい、また最近ね、うん、薬物で捕まりましたけど彼2回目なんですね、うん、で刑務所に収監されて出てきて、うん、ですごい反省して、うん、でもうわーってこうすごく嬉しくて、みんなの前で歌えるのが嬉しくて、でずっとこうコンサートツアーやったんですけど、その最後のね、東京のあの、うん、ザ・コンサートで1曲目にあの「うん」っていう曲を歌うんですけど、まあ、これがねあの DVD も出てるけど、うん、めっちゃいい曲なんですけどね、こう舞台袖からね恥ずかしそうに出てきて、みんながちょんとこう軽く会釈してからこうピアノに向かって自分で弾き語りで「うん」っていう曲を歌うんですけど、その曲がすごいよくて、なるほど、うん、でまあ、あの今日は上手くなると思うんですけどね、はい、でまあ牧原さんなんかはやっぱりLGBT に入る人なんでね、あ、そう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 、やっぱり愛されたいから愛を与えるんですよ、うん、だから彼の歌にはすごい愛があって、でも多分満たされなくて、うん、あの薬に薬物にね、あの手を出して、ね、でまあ一度は納得したんですけどまた。うん、2回もやっちゃったんですけど、でもやっぱり彼の歌っていうのはすごい愛情が溢れてて、僕は聴いててやっぱりすごく癒されますね、声もメロディーも歌詞もね、うん、ということで最後に、はい、牧原さんの「運」っていう、ね、うん、ですね、曲を聴いてみようと、はいはい、では佐伯さんありがとうございました。どうもありがとうございました。今日はご機嫌で、終始ご機嫌で今日は良かったですもん ね、 ね、このままずっと聴いときたい感じします、ね、本当にそんな感じしますね。いつもね、もうそろそろ帰るね、ふたみの豚まんかと帰ろうかみたいなね。巻き今日は全然巻きがない。そうですね。はい。ありがとうございました。形みたいなものがなければダメな頃もあった。何が誰かの心の支えになるかわからない。ずっと前に僕のキーホルダーから持ってたやつを大事につけてる。ちっぽけだけどこれでも僕なんだと言って揺らしてみせた。25歳の年から急に
垣根の前で僕らは小さなキスをした。綺麗になりたいと思うこと、これからも忘れずにいるから、かっこいいおじさんになるよ、頑張ってよ。鼻先に指が触れる、他には何もいらないから、ずっと僕のそばにいて、嬉しい気持ち伝えるのはちょっと下手だけど、他には何もいらないよ、こんな気持ちは初めて。